元イージー・ i r ア・リ・スのスダ・アンナと YURI の三ツフェス反省動画に非難殺到で再謝罪。絶対思ってない。言わされてる感とまたも厳しい声。安年百合の愛称で知られる元イージー・イ・ア・リレスのスダ・アンナさんと YURI のさんが9月14日に YUTUBE チャンネルを更新。三ツフェスとして大問題となった大規模野外フェス。NAMIMON OGATARI。 2021への参加を反省する動画に批判の声が殺到したことを受けて、再度謝罪しています。二人は一般客として同フェスに参加し、マスクをつけない状態の写真が SNS 上で拡散。フェス開催から約一週間が経過した9月6日には、反省動画を公開し、私たち、このご時世にしてはいけないことをしてしまって、届いているコメントも読んで、 その言葉たちと向き合って反省もしたなど、騒動に言及しましたが、普段と変わらない明るい雰囲気で笑顔も見せるなど、ことの重大さを理解していないような言動が多く見られたことで、視聴者からは、BPO をわきまえましょうよ。残念すぎて心痛い。この動画見て、すごくびっくり深いショックなど、非難が殺到していました。今回の動画では、 黒のスーツに身を包んでまっすぐと立ち、何度も頭を下げた二人。緊急事態宣言中の各都道府県の要請を守らず、県をまたぐ移動をしたこと、マスクを着用するという最低限のルールも守れず、フェスに参加したこと、誠に申し訳ございませんでしたと謝罪しており、皆様が感染拡大の防止を最優先に考え外出や活動を自粛されている中で、 自分だけが楽しみたいという欲を優先し、あのような行動をとってしまったこと、とても自分本位な行動だったと深く反省しておりますと、自分たちの行動を顧みています。批判の敵となった前回の反省動画についても、反省の姿勢が全く伝わらない内容となり、改めてその表現方法が間違っていました。深く皆様を失望させてしまったと謝罪。また今後については、 自分たちの自覚と責任のなさを重く受け止め今後は新型コロナ対策を徹底するというモラルを守り発信していく姿勢をご覧いただくことで皆様からの信頼を取り戻せるよう精進し今後も動画を配信させていただきますと動画投稿を再開するとしています。形式上は謝罪した二人ですが一度失った信用は簡単に取り戻せるものではないようで視聴者からは SNS の投稿との温度差がすごくて絶対思ってないだろって思えてしまうよ。一回目の謝罪が本音でしょ。炎上したから謝ってる感すごいよ。棒読みと言わされてる感が半端ないから何も伝わらないなど厳しい意見が続々。EGIRLS 青春やったのになあ。やっぱりずっと好きやった人たちがこうなると悲しい。また応援したいと思える二人になることを願ってますなど悲しみの声も多く上がっていました。